思っています。もともとがその残留放射線の否定っていうのが、終戦直後からあって、で、そこからずっとアメリカっていうのはその残留放射線の影響はなかったっていうことを変えてないわけですよね。ここが覆されるとその核兵器の開発なんかもできなくなるし、核実験なんかとんでもないですよね。だからここはすごい根幹になっていて、日本政府もそれに追従してるっていうのが私の認識です。だから黒い海の戦いっていうのは本当世界的な意義があるので、やっていかないといけないというふうに今は思ってます。でも以前はそこが十分認識できてなくって、その反省のもとにあるので、こうなんだろう、なんか仲間たちの伝え書き手と一緒にもっと勉強していきたいなと思ってます。わかりました、ありがとうございます。お時間ですので、ここで質問の方は締め切らせていただきたいと思います。では最後に今日の登壇者の4人の方から順番にコメントをいただきたいと思います。山田さんからお願いしましょうか。私が最後に言いたいのは、ウクライナ戦争をね、私たちはどういう教訓で、見るかということですね。いやいや、ロシアが攻めてくる、だから軍備を拡張すべきだ、敵地攻撃が必要なんだという、そんな短絡的に考えないで、やはり戦争が一旦始まれば、止めようがなくなるんだ。それによって被害を受けるのは大統領とか軍の幹部じゃなくて一般市民が一番大きな被害を受けるんだということを学び取る必要があるんだろうと思います。そうなればやはり戦争を起こらないようにするためには外交努力、それに尽きるもんであって、決して軍備の、核を含めた軍備の拡大によって抑止できるものではない、これを学ぶべきだろうと思います。以上です。ありがとうございます。キム・ジュナさん、お願いします。もっと勉強しなくちゃいけないなと思いました。今日のお話を聞いて、これからも状態とは思ってないんですけど、私は体内被爆者なもんで、もう77になりました。まだまだ自分は若いというような気持ちを持って、これからも一生懸命勉強もし活動もしていかなければならないなという思いをつくづく今感じております。以上です。ありがとうございます。小山さん、お願いします。今日はありがとうございました。ちょっと私としての記者敗北宣言じゃない、敗北演説みたいな感じになっちゃって、本当に結構しんどい思いをしながら今日の準備もしてたんですけど、皆さんに聞いていただけて、である意味こう覚悟も決まった感じがしてよかったです。で、ちょっとさっきのさっきの話でちょっと伝え忘れたんですけど、その新聞社を離れて確かにすごい残念だっていうふうにおっしゃっていただいたりもしたんですけど、今の時代その伝えるっていうことに関しては報道機関じゃなくてもできるというふうに思っていて、で世間にインパクトを与えることもできると思ってます。一例を挙げると大先輩ですけど、広島に同じくですね、朝日新聞を辞めてフリー記者になられた宮崎園子さんという方がですね、おととしだったかな、菅総理がなんか86の時に演説を呼び飛ばしちゃって、それでノリが付着してたっていう政府側の説明、あれは嘘だったっていうのを報じましたよね。でそれはすごいこう全国的にも読まれてインパクトを与えたと思ってます。そういうふうに大手マスコミがなくってもじゃないからこその視点で書けることってのはあると思うし、そういうふうに世論も喚起して、でもしくはそのマスコミにも影響が与えられるような、そういう報道を私なりの視点で頑張っていきたいと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。では浅野さんに締めていただきます。お願いします。素晴らしい、先ほど天地が言われたような、そういうことにですね、電話の一本でも、ファークでも、メールでも、待ち込みやってください。
やっぱりテレビ新聞たちは影響力が大きいです。SNS の悩みがいてもやっぱりいわゆる大手メディアの影響力はすなわち大きいです。ですから5人から10人ぐらいが意見を送るとですね、やっぱり幹部は考えるんですよ。小山さんが必要だというふうに思うわけですね。だからそういう意味でもうマスコミはダメと言わないでマスメディアはやっぱり改革の、それと同時にですね、その一方でネットを使ったり SNS を使ったりあらゆる手段を使ってですね、自分が発信する韓国にはオーバーニュースという全ての自分がジャーナリストであるというネットがありますけども、そういう日本のネットメディアはほとんどが右翼に乗っ取られてる感じで、韓国や台湾に比べたらあそこで今日台湾の方が見えてますけど、台湾やフィリピンやインドネシアでは本当にものすごいですよ。民衆のジャーナリズムをね、みんなで実在ジャーナリズムでもネットを使えば対抗できるんですよ。だから一人でも自分が発信する、その2つをどうやってください。片方はダメと言わないで、それでですね、私はやっぱりジャーナリストという職業が素晴らしいと思うんですよ。世界の国でほとんどの国ではみんな大学生がジャーナリストになりたいと思ってるんですよ、今でも。ところが日本はどうですか。日本の大手企業ランキング、就職希望ランキングの役員の中にほとんど日本のメディアはありませんよ。私が学生の時は NHK 朝日新聞というやつが上にいましたよ。共同は35位くらい。だからみんなマスコミに会いたかったんですよ。ところが今、新聞社をほとんど受ける人いないんです。本当に若者がジャーナリストの職業が素晴らしいと思ってないんですよ。まあ弁護士さんを受ける人も減ってますけど、だから日本では弁護士になりたいという人もジャーナリストになりたいという人も大学教授になりたいという人もどん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 減ってるんですよ。みんな YouTuber になりたい、公務員になりたい、これダメじゃないですかね。だから私は今22歳に戻っても共同通信に入ろうと思います。共同が毎日か TBS に入ろうと僕思ってたんですよ、学生の時に。ところが毎日と TBS が入社試験がなかった。だから共同が浅いか迷って共同に入ったんですけど、今でも共同通信が一番いい会社だと思います。だからもう一回大学4年に戻っても、やっぱり共同通信になりたいというふうに大学の授業で言ってました。だから浅野先生はマスコミをやっぱ返せと言われます。私はいろんな人から、あいつはもうマスコミのことをボロボロに言うからダメだというふうによく言われるんですけど、それはマスコミをよく時代からです。よく時代から嫌してるんですね。で、海外の大学では、アメリカの大学ではですね、ジャーナリズムの第1回の授業は、君たちは NBC のレッツ・ジング・リッツとか、それからニューヨーク・タイムズを信用するなというんです。そこから始まるんです。いかにメディアは、部屋の事実を売却し、その都合のいい情報だけ流すか、そういうものだということ。教えるんですね。メディアリテラシーですね。これを徹底的に教える。僕は高校3年でアメリカに行った時に、高校にはジャーナリズムというクラスがあるんですよ。選択は僕ですけど、それで、ちゃんとキャンパスの新聞があります。そこで僕は一緒にやったんですよね。だから私の原点はアメリカのジャーナリズムなんです。アメリカから勉強したんです。それで今、私がアメリカと日本、韓国の軍事同盟をやるというのは、アメリカが間違ってるから、友達がいっぱいいるから、アメリカに。だから、アメリカの
アメリカの一番地がアメリカを考え変えてもらいたい。朝鮮の一番地が朝鮮をもっともっと動かした。中国も台湾もみんな自分たちが主体になっていい社会を作っていくという、そういう意味で今日はこんな声です。でしたけども、治療も配りましたから、ぜひ私がいろいろも発信してるのを、今マスコミ界ではですね、あるいは大学のメディア学の間では、朝の現地はもういなくなってるんで、朝の現地がずっと、1984年から朝へ踊る朝へ作られます。大成功ですね。すごい私のいろんなことが注目されたんですよ。全国に呼ばれて、広島大学にも来ましたし、広島弁護士会にも来ましたし、いろんなところで講演を証券でやってですね、結構頑張ったんですけど、今の若い記者は今日、共同の時に名刺渡りたけど、そうなんですね、私ほど知らないです。だから、小山ちゃんの世代にはもう全然私の知名度はありません。もう一回私は有名になりたい。